要パソコンでこれ三田市の映画館の方とお話ししてます。許可もらって YouTube にアップをしようとしています。今6月です。次はどこれを押せばよろしいんでしょうか。これ各映画館の方たちとか理解してほしいんです。その下の方にインターネットでのチケットの購入って難しすぎます。情報確認するみたいな、予約情報確認あります。これを押しても次これを押すんですかね。はい、押していただいたら入力されたのがもう一回多分表記されてくるっていう形になってくると思うんですけども、はい、で押していただいて入力に問題ないようでしたら完了するっていうのがまた下の方にピンク色のラインで出てくると思うんですけども、ああどこかに誤りがあるということなんですかね。もしなんかその確認事項でエラー表記みたいなのが何かあれば、なんか入力がどっか誤ってる可能性はあるか、まあ、もしかしたら一歩入力できてないとかっていうのもあったりするんですけど、予約情報を確認のところを押して またあの同じようなあの入力画面に戻ってで電話番号やメールアドレスの上の段のところまではできてるんですよ、はい、ああなるほどなるほど、そしたら多分電話番号とメールアドレスはまだご入力されてないということですかね。いや、入力されてる画面ですね。で再確認の、 その入力コピー&貼り付け負荷って書いてるところは空欄になっていて、カード番号のところとかも全て空欄になっていて、ちょっとね、あの何に問題があるのか分かんないんですよ。何回行ってもこういう状態ですので、何回も埋めてるんですよこれね、現場でお金払ったりとか電話番号で予約したりとか、そういう方式じゃダメなんですかね。こちらの方でってことですかね。こちらの方でしたら、まあ実際にちょっと足運んでいただく形になってしまうんですけども、はい、現金払いかクレジット払いどちらかで、先にチケット買っとくっていうことも可能でございます。交通費が二度手間になっちゃうっていうこと、まあ、そうですけど今のこの予約状況だったら朝、はい、ある程度早めに行ったら席座れそうな感じですよね。正直作品はどちらをご鑑賞する予定で、ワンピースのレッドフィルムなんですけども、だいぶまだ、はい、そうですね、今のところですね、見る限りではまだお座席は今のところ確保できる状態ではあるので、はい、何日のご鑑賞予定ですかね。明日の11時40分からの上映、まあ少し前ぐらいに行こうかなと思ってるんですが、はい、そうですね、早めに足運んでいたら、はい、もしかしたらあの見やすいお座席は比較的にちょっと明日の終わった朝8時オープンしますので、はい、そこからちょっとお座席が埋まってきてしまう可能性はちょっとあり得るかもしれないんですけど、今現状でしたらまだ取ることは可能ですね。多分明日の多分10時ぐらいでしたらまだお座席は空いてるかもしれない。ああ、それぐらい早く行かなきゃならないっていうことですか。そうですね、ちょうどあの明日からあの第8弾のちょっとニュープレー配布、入場者特典配布するはい、してます。それで、それで分かってないです。ちょっと入力難しすぎて、これね、もっとシンプル化された方がいいと思いますよ。そうですよね、ちょっと多分複雑ななんか内容になってると思うんです。感覚なのか、全然、はい、あの入力もさっき iPad の方も、はい、あの番号のところを生年月日何回入力しても、はい、例えば私1977年の8月9日生まれなんですけど0809 の、はいはい、その最後の09のところを押しても、はい、その0までしか入んないで9が入らない、何原因か分かんないような状況で先進まなくなって、はいはい、多分同じような状況がみんな起きてるから予約のチケットが多分あんまり販売されてないんだと思うんですよ、はい、これだからシンプル化された方がいいですよ。ですよね、あのお客さんおっしゃる通り、もうちょっとなんかこう簡単簡潔にできるようなシステムに改善できればとは思ってはいるんで
はい、この電話番、しゃべった内容とか私の YouTube とかに上げさせてもらってもよろしいでしょうか。はい、会社の経団連とか国会議員の方たちに知り合い多いんですよ。でイオンモールの役員の人も多分僕のことを知らないとまず経団連の中でいませんので、世界中の為替相場等々に関わっていて、はい、でこの内容をそのまま YouTube に上げて聞いてもらった方がいろんな方たちが聞けるんで対応早いかと思いますので、特に名前伺いませんので、まあ、上げさせてもらってもよろしいでしょうか、 YouTube に。かしこまりました。まあ、お客様から発信していただけるのはやっぱり一番、ね、はい、分かってもらえると思いますので、はいはいはい、どうも助かります。それでは明日ちょっと早めに行かせていただきます。すいません、ご迷惑おかけいたしまして。どうもお手数おかけいたしました。お手数いたします。はい、ありがとうございます。という、ことだったんですけども、操作法難しすぎて前日に予約しようとしたんですけども座席埋まってないんですよ。だからみんな多分予約できないと思うんですよ、難しすぎて。だからこれね、もともと電話とかで電話予約で番号通知とか来て、それメモしておいて現場行った時に番号とか開示したりとか、まあ、番号プラス自分の生年月日とかね、で、まあ、身分証明書の提示もいるかどうか分かんないんですけども、まあ、何かもうちょっとシンプル化しなかったらこの IT の世界多分無理ですよ、本当に複雑すぎて。だからこれ各映画館、他のイオンモール系列さんだけじゃなく東映さんとかも、もうそれもね、ちょっと僕もね、ワーナーマイカルとかお互い持ち株とかいろいろあって、だから分かってます、分かってます。その各テレビ局とか東映とか東宝とか、ああいう映画館、映画を作っていたところをテレビ局が株持ってるんです、ある程度パーセンテージは一桁台ぐらいですけどね、大体のところが。で、まあ、ある程度自分たちの発言権とかを、お持ちになってると。でこれ本当にね、シンプル化せんかったら顧客離れ起きますよ。あ、これそのね、もう打ち込んでて嫌気さして結局映画館に足運ばない人とかもいらっしゃるでしょうから、本当にこれシンプル化した方がいいです。で YouTube に上げましたので、皆さんご対応よろしくお願いいたします。第一次的にテレビ局の人たちの報道機関は伝えることがお仕事です。で他の番組も伝えることがお仕事なんです。だから何を伝えたいかを自分たちでしっかりと整理整頓しておいてテレビに出てください。それがなかったら定まらないです。テレビの放送を見ていても分かります。 何をしたらいいのか分かってない状態でテレビ全国放送してる状態が結構ありました。だから自分たちのすることをきちっと整理整頓しなかったら、業務内容を広げすぎたら今度法律が広がるでしょ、覚えなきゃならない法律が。で手に負えなくなるんですよ、本当に。だとにかくシンプル化なんです。法律の世界は僕の方でできるだけ頑張って国会議員の方たちに相談してみます。陳情っていう法律ありますから、なんとかシンプル化成功させるように物事を行おうと思ってます。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。本日の日付は、2021年11月の17日です。淡井圭介より。